ったら楽なのにな。ラジオから流れるバカポジティブな歌に感動できたらもっと楽に暮らせるのにな。中卒でも小卒でも九九ができなくても OK。 土方でも小敷でも立ちんぼでも生きてるだけで OK。 そう思えたらいいのにな。僕はしがみついてばかり、憤慨してばかり、職場で流れるラジオに憤りっぱなし。パチンコの CM やめろ、なんで合法なんだ。通販のハイテンションやめろ、ネットの方が安くて。ハイテンションのあなたもそれを知っててやってるのが悲しくて泣ける。伴う衝撃を、それは例えば言葉でもいいし、チョーキング一発でもいいし、人生変えてしまうほどの酒以外の何かを、おとなしく工場の仕事に従事しながらそんなことを思ったんだ。投票する、無投票で当選する村長、思考停止の村民、話にはオチをつけなければいけないという風潮、一億総評論家、凡人が凡人と揉める、スマホもしくはパソコンを使って叩き叩かれ IT 社会、この俺もネットの恩恵に預かっている一人だ。
ロバート・ジョンソン、ヒップホップはザ・ブルーハーブ、それだけでいい。本物を知ったから他はいらない。そこから俺は何を吸収できるかではなく、一瞬一瞬の高揚感があるだけ。ラジオからは寺の CM、 カルト教団が君臨する与党、なぜか合法のパチンコ、ボーカルが妊娠して解散するエセロックバンド、押し売りヤクザ NHK、 押し売りヤクザ NHK、 男尊女卑、女卑男尊、男尊女卑、女卑男尊、ライバルの飲み物に薬物を混入するカヌー選手。素晴らしいとされるものにだけ反応して、手のひらを太陽に透かして生きていけたら楽なのにな。全く俺ときたら世の中のネガティブなものにばかり反応する。変わり者に憧れて演じていたら、悪い意味での変わり者になり下がった俺40歳。18歳から歩き始めた荒野、未だゴールは見えず、ゴールにたどり着く前にくたばってしまうかもという不安をなんとかごまかしながら、今日も工場の仕事に従事する。透かしてみても。